皆さんこんにちは、桜です。マリサだぜ。そして、毎日のように見てくださってる方、本当にありがとうございます。お前、最近の投稿頻度本当にどうしたんだ？これで4日連続で動画出してるじゃないか。まあ、今のところ毎日投稿できてますね。毎日投稿は、動画を始めた頃からの夢だったので、その波に乗れて本当に嬉しいです。いつまでできるかわからないけど、どうか応援よろしくお願いします。で、今回のお知らせはなんだ？はい、今回のお知らせはゆっくり茶番についてです。視聴者の皆さんに、ゆっくり茶番のお題を募集しようと思います。なるほど、お題の募集か。まあ、茶番制作者さんにはよくあることか。まあ、本来こういうのは自分で考えなきゃいけないことなんですけど、まだ毎日投稿に慣れてないのもあって、この先めちゃくちゃ不安なんですよ。なので、ぜひ視聴者さんの力をお借りしたいと思っています。タイトル、ほにゃらら、とか、こんな茶番作ってー、みたいな感じで気軽にコメントしてくれると嬉しいです。この動画のコメント欄や、今後アップされるゆっくり茶番のコメント欄。他には、Twitter なんかにもコメントしていただけると確認できると思います。YouTube と Twitter は頻繁に確認するようにしてるから、大体見つけられると思うぜ。というわけで、皆さんからのたくさんのコメント、お待ちしてまーす。じゃあ今回は短いけど、これで終わりたいと思います。もう曲も終わるからな。あ、終わった。これ短い曲なんだね。それでは、次の動画でお会いしましょう。ご視聴、ありがとうございました。